はい、皆さん、こんにちは。慶応義塾大学言語文化研究所の川原茂人です。この動画では、声優さんの声を音響分析してみました。というよりも、えー、と音響分析をすると、こういう楽しみがあるよということを知っていただきたくて、この動画を撮りました。このスライドはですね、慶応の授業に声優の広瀬さやさんにいらっしゃっていただいて、声優とボイストレーニングの 関わりについいててなんていうののをお話しした時の特別歴ちゃんにで、用意したものですで、えー、先ほどお話した通り、音響分析を学ぶとこんなことまでわかるんだよというのを学生にデモしたくして作ったものです。で、まだご覧になってない方は、えー、と声優さんと楽しく学ぶ IPA シリーズという動画がありますので、そちらを先にご覧になってください。えー、音質がそちらの方が断然良いので、そちらで楽しんでからの方が、えー、とこの動画も楽しめると思います。 はい、でその声優さんと楽しく学ぶ IP シリーズですが、えー、こういう無声良心摩擦音破裂音なんていうのをいろんな声で読んでもらいましたこれがツン声ですねこれが萌え声ですこれが必殺技ですね というようなあのいろんな声で読んでもらって、それを音響分析しました。で、こここの波が声の高さを表しています。はい。で、えっ、ー、と考えてみようということで、えっ、ー、とそれぞれの声について音の長さの特徴であるとか、音の高さの特徴、それとは音の特徴動きの特徴なんていうものがえっ、ー、と音響分析をすると具体的にわかるよというのが、えー、この動画のお話です。じゃあまず長さを見てみましょう。 こちらに長さが出てますね。どれも無声、良心、破裂音と言ってるんですが、ン声が4秒かかってますね。3.98秒。これ明らかに長いんですね。萌え声が2.8秒。これ3秒切ってます。で必殺技が3.2秒ですね。ン声はゆっくり喋るんですね。なんか人間怒ってるとしゃゆっくり喋るような感じがするので、多分そこら辺が出てるんじゃないかなというふうに思います。萌え声っていうのは逆にあの、何ですか幼女。 ぽく喋りますから、ちょっと早口なんじゃないか。まあ、必殺技がこれは普通の喋り方かもしれない。で、音の高さを、えー、と分析するのにちょっと,、えー、とスクリプトを書いてみました。これはプラートというソフトを使うんですが、ちょっとこうスクリプトを書くと、この、えー、と広瀬さんの声の高さをですね、自動的に分析して、えー、と数値に落としてくれると。 これも別の動画があるので、興味がある人は見てみてください。はい。で、結果がこちらになります。えー、繰り返しになりますが、この線が音の高さですね。で、えー、っと、ここの赤で示してあるのが、最小点と最高点ですね。で、これが、つん声、萌え声、必殺技です。これちょっと眺めてみてください。どんな特徴があるかなっていうのを眺めてみると、えー、まず、単純に、音の高さの最高点を見ると、 この順番になりますね。つん声が一番低くて、萌え声が高くて 600Hz、必殺技が 700Hz、680Hz ですねで、まあこう。こういうふうにだんだん高くなっていくと。で簡単に 680Hz とか 700Hz っていいますけれども、これすごいことで、えー、私の声なんかは 150Hz ですあの。この Hz っていうのは、声帯が1秒間に何回振動するかなので。 700Hz っていうのは1秒間に700回声帯が振動してるんですよね。普通だったら声を裏返っちゃうのに、そうでもない。やっぱ声優さんはすごいなというのがここに表れているなというふうに思います。次にこの萌え声に注目したいと思います。えー、高いところで 475Hz から 600Hz、えー、っていうのが出てますよね。これ、萌え声って幼女声なので、ちょっと本物の幼女と比較してみようかなと。 いうことで、うちに2人、あの幼女がいますので、えー、協力していただきました。こ,こっち5歳です。はい、こっちちっちゃいですね。むしえ。むしこれ可愛いですね、まあ。2人とも可愛いんですが。はい、でも大事なのはですね、ここ 700Hz が上限になってますけれども、だいたいこれ 300Hz ですね、2人ともね。幼女も、幼女たちも。だから、あのー、ここ、 あの、広瀬さんは幼女声を出すときに500とか600出してますけれども、ちょっとこれ強調が入っているのかなと。本物の幼女よりもさらに高い声を出しているというふうに思われます。はい。えー、次に、えー、つん声の、えー、全体的なパターンをこう見ていきたいと思いますが、 この3つの山の形ですね。この低いところから高いところ、低いところから高いところ、低いところから高いところ。これほとんど山の形が一緒なのがわかると思います。これは平坦さや感情のなさを表現しているのではないかなというふうに思います。この形が変わらないんですね。要は感情が変化しないっていうのを表しているのかなというふうに思います。 それに対してですね萌え声と必殺技を比べると面白いことが分かってきて、えっと、先ほど必殺技が非常に高いよという話をしましたが、えっと、ちょっと今度この3つの波の形の変化を見てみましょう。えっと、萌え声ですがだい,たいこう低いところから高いところの変化が 180Hz ぐらい。まあ、ここはちょっと 1 8 0ルツぐらいであの収まってるんですが変わりがないですねあんまり変化がないんですが、えー、これ必殺技これ2 0 0ルツ上がって2 0 0ルツ上がって最後に3 0 0ルツドーンと上がってるんですよねこれって私多分こう無性で貯めて。 両親でためて破裂でためて、離ってるんじゃないかなと。かめ、はめ、はみたいなイメージですかね。っていうのを声の高さで表してるんではないかなと。というふうに思います。では次に、えー、とスペクトルを見てみましょう。あスペクトログラムですね、こちらは、えーと。ちょっとこれを説明しているとまた別の動画になってしまうんですが。 えー、こちらが必殺技こちらが寸肥ですねはい同じ無性ですでまあこの黒い部分がどれだけエネルギーがあるかだと思ってくださいそうすると、えー、こちらの必殺技の無性ですけれども無のところにほとんどエネルギーないんですねで正のところにすごく、えー、とエネルギーが入っています タタン,タタンっていうこういうイメージが必殺技には出てるんですね。それに対して、つん声では、えー、と無のところと正のところのエネルギーはあんまり変わらない。それどころかですね、ここのジャーっとなってる部分、これあの音響を学ぶとよくわかるんですが、ここが摩擦なんですね。摩擦で声帯がよく開いてるところを表してるんですが、母音部分もこのぐしゃっとなってますよね。 この横縞がきれいに見えない。というわけで、えー、とこの母音のところも、えー、と声帯がパカッと開いていすこれがツン声の特徴になっていますね。はい。で、スペクトル構造を見てみましょう。これ、スペクトル構造もまたちょっと、えっ、ー、と、何、解説すると1時間ぐらいかかっちゃうんですけれども、これがツン声、萌え声、必殺技ですね。ちょっと萌えのところを えと注目するとここですね。あ、ごめんなさい。ここですね。えー、つに比べて、ここら辺にエネルギーがたくさんある、高い山がたくさんあるのが分かるでしょうか。こう、綺麗な山がここにありますよね。こっちにはあんまりないですよね。この、こっちの山は、こう、全体的に下がっていくのに対して、こっちの山は、こう、下がるんだけど、またここで上がっていって。 こういうい特徴が見られます。これは萌え声ですね。これのことをスペクトルの重心が高いというふうに言います。まあ、これの平均を取ると重心がちょっと右に寄りそうですよね、萌え声は。これ何を表しているかというと、精度が短いことを表している。つまり体が小さい、幼女的である。まあ、スペクトル構造を見ると、えー、広瀬さんがどのように幼児性を表しているのかがよくわかるよというようなことですね。 で、えー、これ、実際の幼女。はい、かわいいですね。はい、実際の幼女も、やっぱここら辺に、えー、と強い、えー、スペクトル構造があるので、えー、これがこうどれに似てるかっていうと、やっぱこれに似てますよね。ここが本物の幼女で、広瀬さんの幼女はどれですかって言ったら、こう形だけからでもこれを予測できるんじゃないかなというふうに思います。はい。 次にですね、これ、あの、このグラフを作ってわすごいなと思ったんですけれども、ちょっとバイオンについてお話ししたいと思います。バイオンというのは、我々の声帯の音がどうなっているかにすごく関わっているんですが、バイオンというのは、基本周波数、我々の声,声の高さですね、声帯が1秒に何回振動するかの整数倍のエネルギーを持っています。 でえー、とこの青線が、えー、と基本周波数ですねだから広瀬さんこの基本周波数が変わるんですねで、えー、とこの黒島が倍音なんですがこの基本周波数のこの動きとともに倍音が同じように変わっているのがわかるでしょうかこれはなぜかというとこのそれぞれの倍音というのは基本周波数の 整数倍なんですねだから基本周波数がこういうふうに動けばバイオもこういうふうに動くんですね。これがすごくきれいに表れていていやーきれいだなというふうに思ったのでシェアしたいと思いこの画像を加えました。えー、簡単にまとめますと,、えー、と音響分析をするとこんなことが分かるよというののまとめですがツン声は基本周波数が低く変化が平坦です。速度は遅く息漏れ声ですね。 萌え声は基本周波数が高め、変化が大きめ、速度は速いです。で、精度が短いことがスペクトル構造からよくわかります。これ多分高、えー、頭を引き上げてるんでしょうね。で倍音構造が非常にきれいでした。必殺技はですね、基本周波数がものすごく高い。基本周波数の変化がすごく大きい。そして速度が速い。まあ、えっ、ー、と、萌え声の方が速かったのかな ま、というようなことが数値でわかる。音響分析ってなんか難しいなと思ってるかもしれませんが、こういうような楽しみ方もありますよということで、興味のある方はぜひ勉強してみてください。この動画は以上になります。